こんばんは。お疲れ、ハート、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは、こんばんは。わ、なんかすごい、なんじゃこりゃ。あ、え、すごい、すごい、なにこれ。ありがとうございます。なんか猫みたいな、虎みたいなギフトもらった。なんじゃ今の、すごい。ちょっとこれ、顔はめてください。え、どうでした、できてました。ありがとうございます。できてた。すごい、ありがとうございます。びっくりした。こんばんは。わー、ガオー、どう、できてた。こんばんは、こんばんは、中村舞です。こま、ありがとうございます。はまってた。タイムラグ、嘘、タイムラグある。バラハート、ありがとうございます。どう、ありがとう。タコ、ハンドバ、ありがとうございます。わ、え、もうちょっと左、なになになに、タワーもらった、ありがとうございます。ちょっと待って、あれれれ、サトシさん、サトシさん、ありがとう。タワー書こう、ちょっと待ってね。にゃんにゃん、うん、ごめんなさい、にゃんにゃんループしてた、すいません。ただいまです。ちょっと待ってください。ただいま。いやね、猫耳をね用意したんですよ。まあ猫耳しか用意してないんですけど、黒猫と白猫持ってるけど、やっぱり黒猫、この今日の服からしたら、黒猫、クマ、ありがとうございます。あ、ありがとう、ひょうさん、ありがとう。ちょっと待ってください、書きます。ちょっと待ってください、ひょうさん、ありがとうございます。なんかこれね、鈴ついてるからね、リンリンすごい言うんですよ。猫の絵にしよう。あ、よいしょ。ハンタバ、ありがとうございます。猫トゥルルルルルニャーテンテンテン、いい猫耳をお持ちですね。かわいいよね。
その猫耳。そう。出るかな。ちょっと待ってね。サトシさん。鈴？猫。やう、タコ、ありがとうございます。かわゆい、ありがとうございます。オキポットを揃えた時なかったっけ？前にやった。その時はね、私が白猫でオキちゃんが黒猫したんですけど、今日は私が黒猫です。あ、ちょっと猫ってどんなんや猫猫猫猫、ありがとうございます。2022年、すごくないですか ?2022 年2月22日。こんなに2が揃うなんて。じゃん。サトシさん。ありがとうございます。次は200年後、200年後に会おう。誕生日です。あ、じゃあ待ってね。待ってください。じゃーん、ありがとうございます。サトシさん、猫耳が見えるようにした方がいい、ね、ありがとう。サトシさん、ありがとうございます。生きてない？わかんないですよ。生きているかもしれません生きているかもしれないじゃないですか。なんか100万年生きた猫みたいな本あったよね。鈴が、そう、これ顔動かすたび鈴が鳴るんですよ。ちょっと待って。ん？ハレイさん、ありがとうございます。なんか今日めっちゃタワーもらう。ありがとうございます。ありがたわー。た、シンジさんもありがとうございます。ありがとう。
200年後。じゃあ来世でよろしくお願いします。来世もします。いやなんか意外とその何ですか、早いらしいんでね、次のなんてことだ。今日はダメだ、もう充電器もなかったわ。充電器じゃない、充電もなかったわ。充電をさします。ぴょん、刺しました。すいません、ただいま。うちの昔飼ってた猫みたいな柄つけるわ昔飼ってた猫の絵飼ってたんですよね、小学生の時だけですけど。虎柄、うん、なんか茶色っぽい感じの猫でした。茶色と白、うん、茶色と白、なんかなんて言ったらいいんだろう。猫飼ってたルルちゃんっていう、まあ男の子なんですけどなんか女の子だと思ってルルちゃんって名前つけたら、なんか大きくなってから病院連れてったら、なんかこれ男の子ですよって言われて、ねえルルちゃん男の子だったの、ずっとルルちゃんって呼んでた。ルルオルルちゃん、ルルちゃん男の子なんだ、びっくりしました。でもずっとルルちゃんって言ってました。ニャンだと本当にニャンだとって感じだった。でもあの何ですか、野良猫っていうのかな、なんかあれだったんですよ。なんかたまたまうちの家に来た猫だったので、なんかさまよってて、近く、家の近くをさまよってて、飼い猫じゃなかったね。なんかねえ、子猫の時になんか家の周りうろうろしてて、でなんか近所の人がなんかどうしようかねって言ってて、うめ、猫の恩返し恩返し、いやもう恩返しなんて、もうなんか健康に生きてくれてるだけでいいよ。じゃーん、ひょうさんありがとうございます。じゃん、細いですか、にゃおん、ひょうさんありがとうございます。毎日一緒のベッドで寝てた猫だったの。元気かな、ルルちゃん、ルルオ
めっちゃ人懐っこくて。なんかお出かけするんですよ、日中は必ずどっかに。でもね、どんなに遅くても夜のね8時ぐらいになったらね、あの扉をねカリカリするんですよ。カリ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 って。でなんか音が聞こえてきて、ガチャッと開けたらルルちゃんが絶対いるんですよ。で、あ、なんか帰ってきたと思って、必ずね家にちゃんと帰ってくるんですよ。元気な年？わからん。猫ルルちゃん何歳だろう。私が小学3年生とか小2小3ぐらいで一緒にいた猫だから何歳だ。その時に子猫だったから。何歳なんだろう、もう結構お姉さんになったかも。15歳？14年くらい前の話？そっから14年も時が経ったって思うとびっくり。もうおじいさんだねって言われて、確かに私も今女の子だと思う。ルルちゃんはずっと永遠の女の子なんですよ、私の中で。もうなんか女の子なの女の子だから男の子じゃないの。ありがとうございます。事実を受け止めて、いや女の子です、ルルちゃん。ルルちゃんね、なんかよく狩りしてたんですよ。夜中に獲物取って帰ってくるんですよ。もうなんかね、その時の気持ちがなんか複雑すぎて。クマありがとうございます。こうね、いつも通りこうカランカランってやって、こうカチャってとあげたら獲物をねこう加えて嬉しそうに帰ってくるんですよ。野生の本能なの。そうなの。なんか、あ、ルルちゃん、ありがとうございます。狩りに行こうぜ。吠えてほしい。いや、そうなの、野生の猫って多分そうなんですよ。スタイルのいい猫描こう。獲物って何？なんかネズミとか、なんかそういう感じのやつです。違うんですよ、なんか食べるために取るんじゃないんですよね。でもお土産持って帰ってくる。今日はよくどうしたの子猫ちゃんが目立ちます。
あちゃーん、ありがとうございます。ハデイさん、足長、そうですよ。ハデイさん、ありがとうございます。ありがとう、にゃーん。スタイル良き。ありがとう。あともう一枚書きます。でも私の猫エピソードが本当にね、その猫ちゃんを飼ってた時それくらいしかなくて、それ以外にね、猫ちゃんとあんま戯れる機会、猫カフェには一回行ったんですけど、その STU 入ってからそれ以外あんま猫ちゃんと触れ合ってないな。尾道は、尾道の猫触ってはあんまないんですけど、あのなんか平和記念公園、広島の平和記念公園になんか猫がいっぱいいて、多分野良猫ちゃんなんですけど、でなんかあのその猫を見て、私なんかカーとかって一人で言ってたんですよ、ちょっと前に。なんかあのでもあのなんか人見知りすごいする猫ちゃんで、全然寄ってきてくれないから、あのこう遠くからこうそわそわカーみたいな感じでこうやってたら、なんかもうすごいなんか威嚇してますね。そう、そしたらなんかおじいちゃんが自転車でこうチリンチリンってやってきて、知らないおじいちゃんがね、でそしたらその猫がキャーっておじいちゃんのところに寄ってきて、なんかご飯をねこうおじいちゃんがあげてて、なんかすごい疎外感を私は感じてしかも隣でご飯をこう与えてる姿をこう見て、うわーと思って私にはあんなに人見知りしてたのに、もうそれからもうはぁ肩を落として帰って、タコありがとうございます。猫ちゃんの思い出ね、あんまねいい思い出ないんだ。猫ちゃんにあんま好かれてないのかな。すべてはご飯だよ。ほえー。チュール、チュールチュールちゃおチュール、魚持たせよ。チュールチュールちゃおチュール、かけました。じゃん、ありがとうございます。しんじさん、ありがとう。じゃん、
前髪。ちょっと待って、前髪の調子が悪すぎる。はい、シンジさんありがとうございます。鈴の音。ありがとうございます。ありがとう。虎みたい？そうだよ。今年は噛みついていくからね。虎って猫科でしょ？私じゃないか。本日のメールで大爆笑させてもらいました。私なんか大爆笑する内容送りましたっけ？うん、ありがとうございます。いい旅歌気分見たよ、ありがとう。ソラハと UFO を歌いました。ドゥルル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 ル愛し合える話もできる、トゥン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 、口づけするより甘く、ささやき聞くより強く、私の心を揺さぶるあなた。バンされますか？物を言わずに思っただけで、トゥントゥントゥントゥルルルン、すぐあなたに分かってしまう、トゥン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 、飲みたくなったらお酒、眠たくなったらベッド、次から次へと差し出すあなた。信じられないことばかりあるの、もしかしたらもしかしたらそうなのかしら、それでもいいわ、近頃少し地球の男に飽きたところよ。え、めっちゃね、ソラハとね練習したんですよ。なんかそうそう、なんかね、何歌うってなって、でなんかこうアンケートみたいなを書いたんですけど、私あの UFO 歌いたいなってちょっと思って、で2人だし、そうソラハと。そうで、ソラハに歌おうってなって、いいよってなって、で、そう、一緒に歌いました。 UFO 知ってるよ。 UFO 有名ですよね。ウォンテッドやって、え、あの、どんなんだっけ、このやつ、このやつじゃなかったっけ、ウォンテッドって、あれこのやつだよね。ペッパーケーブ、え、好きです、ペッパーケーブも好きです。
あ、そうだそうだそうだ、なんかそう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 、それで結構ねやりたいなと思ってて、でもなんか UFO って多分結構なんだろう、みんな踊ったことあるんじゃないかなってくらい有名だと思うのね。ハッキュー好きなの？え、お母さんも好きだと思う。お母さんいっぱい好き、いっぱい好きっていうか、いろんなアーティストさん好きです。そうそう、なんかお母さんも言ってた、お母さんも UFO 踊れるよ。多分みんな踊れる、みんな踊れますか、みんな踊れる。そう、なんか動画をめっちゃ見てたんですよ、覚えようと思って動画見てて、そしたらそのピンクレディさん、めっちゃめっちゃ足上がってるんですよ。テレレレってビヨーン、本当に90度以上上がっててめっちゃ上がってると思って、すごいんですよ、びっくりした、キレがすごい。本当にもう見てください、びっくりする、こんな、しかも割と最近にそのなんか出してて YouTube に動画を、そう結構最近出してて、めっちゃキレキレだった。恋を語る詩人になれなくてレベルには仕上がってる。私好きなんですよ、なんかバレエっぽいんですよね、恋を語る詩人になれなくての振り。恋を語る詩人になれなくて、言葉を飾るより無口な僕でいるビヨーン、あれバレエっぽいんですよ、なんか振り結構。バレーやってたの、そうですよ。その音かわいい。そこなんかね、顔動かしたらね、めっちゃリンリン言うんですよ。リンリンリン。孤独なバレリーナね、以前したことあるんですよ。孤独に踊って、なんかいつだ、あれ何の時にソロでさせてもらったことあります、うん、バレーTDC か。残り4分、明日はお話し会です。2時間目から12時10分からです。
お話しましょう。にゃんきゅうではないです。明日猫ちゃんじゃないですけども。明日お話ししましょう。かわいい、ありがとうございます。スクショしてください。ちょっとね、新しくねコスプレ頼んだんですけど、早く届いたらお話し会できたいですね。どういう系？可愛い系です。まだ届いてないの。肉球、イエーイ。コスプレ大好き。なんかコスプレの画像を検索してお母さんに LINE でスクショして送って、どれがいいと思うって言って、そう、あのめっちゃお母さんと会議して、かわいいねって。お母さんも好きなの。届いたら来ます。お父さんの意見聞いてない。お父さん全部いいって言うからな。59分、ちょっと待って、男女読んでない。たかしさん、福太郎さん、アーリーさん、まゆたみさん、まえさん、ひょうさん、しんじさん、はれいさん、さとしさん、よもつくさん、とよたんさん、みやびさん、うじなのさかなさん、うおさん、さかなさん、ありがとうございます。みなさん、あ、とら、ありがとう。明日も、明日何曜日だ、水曜日か、祝日だ。楽しみましょう。おやすみなさい。おやすみにゃさい。